どうも皆さんこんにちは、カイカイです。本日は PSVR 2について話していこうと思います。プレイステーションブログの方に新しい記事が出てきましたので、この記事の内容をある程度紹介しながら、何か面白い部分とかあればそこをちょっと掘り進めるぐらいの気持ちでいこうかなと思います。この動画かなり出るの遅くなってるんじゃないかと思います。今日かなり忙しくて、この動画時間通りに出すことはできなかったんですけども、それでもなお今日中に出したいって思えるぐらいすごい良さそうな情報でしたので、ここの動画を作っております。ぜひ楽しんでください。で、こちらの記事っていうのは、高橋さん、下の名前の読み方わかんないの、記事というふうになっております。 PlayStation VR 2は発売に向けて準備が加速しており、次世代のバーチャルリアリティヘッドセットで可能になる新しいゲームや体験を皆さんにお届けできる日が待ちきれません。本日は PSVR 2で体験していただける機能のいくつかを一足先にご紹介いたします。一つ、シースルービューですね。 PSVR 2では新機能シースルービューを使用して、ヘッドセットを装着した状態でも自分の周囲の環境を見ることができます。例えばヘッドセットを装着した後に PlayStation VR 2センスコントローラーを探したい時などにヘッドセットの着脱が不要となる便利な機能です。ヘッドセットの正面にはカメラが埋め込まれており、ファンクションボタンの押し込み、または PlayStation 5のコントロールセンターに新しく追加される PSVR 2の各種設定にアクセスできる専用のカード内メニューを選択することで、周囲の映像と PSVR 2のプレイ画面との切り替えを行うことができます。コントロールセンターのカードではプレイエリアの調整などの設定も可能です。なおシースルービューは視認用の機能のため映像の録画はできません。ということで、これね、インサイドアウトトラッキングをすることになったことによる、弊害のいい意味の使い方って何だろう、まあ、副作用ですね。これインサイドアウトトラッキングって言って、プレイステーションカメラのようなものに自分をトラッキングしてもらうのとは逆に、自分のヘッドセット、ヘッドマウントディスプレイ自体が周囲のものをトラッキングすることによって自分の立ち位置を確認したりする、これをすることによってトラッキングをするっていう形式の変化が行われたんですけども、 PSVR 1から2に移行するにあたって、つまり外向きのカメラが最初からあるんだから、それも使っちゃおうじゃないかっていうふうなことですね。で、これここで書いてあった通り、コントローラー探したりするのにすごく便利な機能ですので、これはめちゃくちゃありがたいものです。さあ続いて、自分のプレイ中の姿を配信。別売りの PS5 用 HD カメラを PS5 本体に接続すると、 PSVR 2のヘッドセットを装着したままプレイ中の自分の姿を録画し配信することができます。ボス戦で繰り広げられる動きやリアクションをフレンドにリアルタイムで共有するのにぴったりの機能です。これがね、ちょっと情報が足りないなって思う部分がありまして、ここでね、例として見せられている画像なんですけども、プレイヤーが、グリーンバックみたいな感じで背景が抜かれてる状態が見せられてるんですよね。つまりじゃあ背景抜きまで自動的にやってくれるのか、それとも例えばグリーンバックを用意する必要があるのか、その辺はちょっとまだわからないんですよね。が、自動的に抜いてくれる場合っていうのは VR 系のコンテンツを作っている人にとってはかなり嬉しいものじゃないかと思います。まあ別売りの PS5 用の HD カメラが必要にはなるんですけども、あれもそもそもそこまで高くなかったんじゃないかというふうに思いますので、そこまで悪いものではないと思います。OK、 続いてプレイエリアのカスタマイズ。ヘッドセットに読み込まれたカメラと PSVR 2センスコントローラーを使い、 PSVR 2のプレイエリアをカスタマイズすることができます。カメラで部屋をスキャンし、 PSVR 2センスコントローラーを使い、プレイスタイルや部屋の環境に応じてプレイエリアの拡大調整を行うことができます。ゲームプレイ中に設定したプレイエリアの境界線に近づくと、画面にプレイエリアの境界線が表示され、プレイヤーに注意を促します。 PSVR 2接続中はいつでもプレイエリアの設定を変更できます。また一度設定したプレイエリアは保存されるため、同じ場所で遊ぶ場合は設定をし直す必要がありません。まあリビングルームとかね、で例えば障害物がある場合なんかはこういう機能かなり便利だと思います。自分みたいにね、寝室にちょろっと置いてる場合はそもそもその歩き回ることがないんで、この機能は使うことはあんまないかな。まあ人を選ぶとは思いますけども、あってとても素晴らしい機能の一つではあります。こちらは確かクエストがもともと対応している機能であるとか、そんな感じでしたよね。それに追いつく形になると思います。続いて VR モードとシネマティックモード。で、この機能は軽く読み上げますが、もう少しねこれについて詳しく話すような動画っていうのを別に用意したいんで、あまり詳しくここで話せないんですけども、自分的には PSVR 2が一番いいのってこれの機能だと思います。で、 VR モードとシネマティックモードですけども、 VR モードではVR ゲームコンテンツを360度の視界でお楽しみいただけます。コンテンツは 4000×2040HDR ビデオフォーマット、過去片目当たり 2000×2040 の解像度、で90もしくは 120Hz のフレームレートで表示されます。シネマティックモードでは仮想空間上の巨大な画面で PS5 のシステム設定、UI、そして VR 対応していない通常のゲーム及びメディアコンテンツをご覧いただけます。シネマティックモードでは 1920×1080p、HDR24 もしくは 60Hz また 120Hz のコンテンツをお楽しみいただけます。ここで24もしくは 60Hz って言ってるのすごい
変ですね。もしかしたらここで言う2460っていうのは VRR 対応の幅を表しているのかもしれませんね。で、シネマティックモードで対応しているのが 1080p までっていうのは少し残念ではあるんですけども、これでも一応 PSVR1 の時以上の解像度でありますし、これが実際のヘッドセットの解像度から少し下がってしまう理由っていうのについては、まあ検討もある程度ありますので、それについてはね、先ほど言ったまた別の動画で話していこうかと思います。ってことで最後のパラグラフ、PSVR2 のゲーム開発者の皆さんは、近日配信予定の最新システムソフトウェアによって、これらの機能にアクセスいただけるようになります。これ開発者向けの発表をここでしてますけど、まあ開発者向けの発表はもともと別の、ルートを通してねしてはいるでしょうけども、飛躍したゲーム体験をもたらす次世代のバーチャルリアリティヘッドセットについてさらに多くの情報をご案内できる日を楽しみにしています。発売日や対応するゲームなど今後もさらなる情報を発信していきますので、ぜひご期待ください。で、ここでちょっと注目したいのが、発売日をまあ発表したいですっていうふうなことを言ってるんですよね。で、まあそれは当然発売が近くなれば発売日の発表もね、あるのは当然ではあるんですけども、今後もさらなる情報を配信していきますっていうふうに言ってて、発売日がどのタイミングなのかっていうことについては現時点でリークであるとか分析であるとかそういったものを通して分かっているのが、今年の末もしくは来年の頭になる、まあ別の言い方をすれば今年の末もしくは今年度の末になるぞっていう風な感じなんですよね。そこまではある程度分かってる。で、まあ PSVR の情報が出てきてるタイミングとかからそれはある程度予測できることではありますし、パーツの製造状況であるとかそういったものを通しても、ああじゃあこの辺の時期になるのだろうなっていう風なことは分かるんですけども、じゃあそれのどっちかっていう問題ですよね。で、ここで注目したいのが9月のイベントについて少し前に話したんですけども、9月のイベントで何かしらの情報を出す可能性はありそうだよなっていう風なこともね、結構言われているみたいです。なので9月のイベント、これ軽く言っておくと、プレイステーションっていうのはでっけえイベントっていうのを9月にやる傾向があるんですよね。ここ過去2年間ぐらいそういうのをやってて、なので今年もね9月に何かでかいのがあるんじゃなかろうかっていうふうに噂されているんですけども、この9月のイベントが行われるとすれば、その9月のイベントで PSVR2 の、まあ、発売日を出すかどうかはわからないけども、少なくとも何かしら PSVR2 に関しての情報っていうのが出てくる可能性は高いだろうなっていうふうに言えると思うんですよね。で、そうなってくる場合、本格的な情報公開がその時点で始まった場合っていうのは、じゃあもう今年の末時点ですでに発売を見越す可能性はあるなっていうふうなこと、逆にそこの情報が、まあ、少し少なかったりちょっと曖昧だったりした場合っていうのは、やっぱり来年の頭っていうのを狙うんじゃなかろうかっていうふうな予想が立つようになっております。まあどちらになるのかは正直わかりません。もう現時点では双方ともに結構信頼できる人が信頼できるソースからの情報を持ってきたりしてるんで、ぶっちゃけどっちになるのかわからないんですけども、自分的には PSVR2 すごく楽しみなんで、もうなるべく早く出してほしいっていうのが正直なところではあるんですけども、まあ待つしかありませんね。ということで本日の動画は以上です。楽しんでいただけたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。